要するにこの山伏修行というのは、雨降ろうが風降ろうが2000メートルの月山を登って、そしてこの井戸の山に降りていってね、で井戸の山で川を裸足で歩いて滝に入ったりでしょ。地獄の苦しみを味わうということなんだろうね。東京の真ん中で暮らして、毎日会社まで行って丸一日働いて、大体会社の中でコンピューターをいじりながら打ち合わせをしたりして一日を過ごしていました。家族との、一生懸命働けば働くほど家族との関係が疎遠になるっていうような、精神的にすごく苦しくなって、仕事のことを考えるとこの辺の首が締まるような感覚を受けたことがあって、自分の体がちょっと、自分の体や心がおかしくなりつつあるなっていうふうに感じたことですね。会社のプロジェクトの中で、いろんな人に結局会いました。そのうちの一人が星野先達だったと。星野先達に、山伏って何ですかと、山伏の目的って何ですかっていうのを聞いたわけだ。そしたら先達から、そんなものやる前から分かるわけないだろうと言われて、そのなんだこの親父はということから、山伏の世界に足を踏み入れたと。突然山伏になったっていうことじゃなくて、代々、受け継がれてきて400年以上山伏の家で、そして私がこの13代目をね継いだということだから。星野先達についてお話しすると、よくその冗談で、星野先達は僕らの亀仙人だとかマスターヨーダだと、聖者な、セイクリッド、聖なるスタンスだけではなく、ものすごく俗っぽく、普段の暮らしになると、どっちかっていうと女の子が周りにいてエロ親父みたいな人なんだ。初めて修行した時はね、もう前の日ね酒飲んでね二日酔いで行ったよ。ね、俺24歳の時だったからね。で、ものすごくやっぱり人を引きつけるところがあって、オーラを持っていて、特にその山へ入った時の、佇まい、その後ろを歩いていけば大丈夫っていうこの安心感。行に入ったらね、なんかこのやっぱり行に入ったら集中して入っちゃうからね、もう入っちゃえばね、それ出てくる時、あれなんかこの辺から声がするっていう感じがして、あ、これがいわゆる神様の声なのかなっていうような感じはした。それは今でも強烈に残った。何かっていうのは分からなかった。でうちの家族に、ちょっと山伏になりに行ってきますと、山伏修行してきますというふうに言ったら、山伏って何なわけと、ちょっとすごく反応としてはネガティブでしたね。
その山伏修行した時に先達から修行中は何も喋るなと、言っていいことは受けたもう一言だけだと。うわーなんか軍隊的でこれはちょっとたまらんなとか思っていたんだけれども、やってるうちになんとなくこう気持ちがこう落ちてきて、いろんなものが自分の中から湧いてくる感覚が生まれてきたのがすごく不思議だった。山伏とは神や仏と人をつなぐ人、自然と人をつなぐ人、もう顔も洗わないし、修行中はね爪も切らないしお風呂にも入らないし、ことをその畜生会という行であったりね、まあ言ってみればこの普段の生活の日常から離れた本来人間が生き物であったという世界に立ち返って行をやると言った方が早くもしれないね。山に入って考えるから辛くなっちゃうんだよ。考えるから辛いし寒いしなるわけ。ただ山に身を委ねる、委ねる行為っていうのはね、そういう辛い寒い嫌だが出てこない。会社を辞める12年前から12年間自分自身何をやったらいいんだろう、どんなことしてったらいいんだろうということを考え続けていたので、最後に山伏に出会った時にあこれだっていう感じで、山伏として生きる、山伏で生業を立てるっていうふうに決めた結果、親との時間もなんとか作れているし、一方で子供との向き合う時間っていうのもまあなんとか作ってるっていうところが、やっぱり修験道というのは1400年からの歴史があるわけだから、やはり今日本全国どこにもこう修験道というのがね、明治の時廃止されたという経過もあって、しっかりとしたこの修験道として残っている山が少なくなってきているので、山伏修行というのはね、これ頭でわからない世界だから、見えない世界だから、やっぱり実際にやることなんだよね。山伏っていうのはね、半生半族だから、要するに半分世俗にいて半分聖なる世界、どっちも自分だから、僕と子供っていうのは違う人格だけど、僕が生きてる様っていうのは子供を見て育つので、瞬間瞬間満足して生きてられるっていうところを体現して見せて、まあ毎日生きていきたいなというのをすごく思う。もういいよもういいよもういいよ、帰りたいっていうふうに思うことってまずないなっていうのが正直なところです。